今回の動画はですね、こちらです。多分だいぶ前に紹介したと思うんですけど、なんか白いバスね、なんですけど、そこからまたさらにね、今日塗ったんです。いや今日じゃない、なんか放送なんか止まる前になんか一応塗ったんですけど、ここですね、ここのラインを、塗っただけなんですけど、こんな感じで、ここちょっとはみ出したりとかってガタガタになったりとかして、残念なところはあるんですけど、一応なんかマーカーペンで塗りました。普通にも塗れるんで、なんか塗料とかでやったらやっぱ難しいわということなんで、青で塗ったんですけど、どっちかって言ったらこれ300系のラインですね。300系のラインで塗ったんですけど、これ適当にね、JR バスにしようかと、ということなんで、こういうところとかに適当に JR の、JR バスのシールを貼りたいと思います。もう300系のラインですよね、完璧に。こういうふうに塗ったら、だって700系はこれ多分逆だと思うんですよね。上が太くて下が細いっていう感じの線なんで、感じですね、こんな感じで。で、ここの黒いところとかっていうのは普通に生かしたんですけど、ここのマークとかだったりとかちょっと消えてるところあるんですけど、で、ここの前言ったかな、ここのフロント部分のここの部分ですね、塗装するときにここはなんか白くついちゃって、でもまた黒いネームペンとかに直せますんで、ここがついたとしても、黒だったらね、他の色はちょっと難しいと思うんですけど、黒は強いんで、結構なんで、こういうところとかになんか塗料がついたとしてもなんとかして直せますんで、ってそんな感じですね。全然もう3ヶ月前にここ塗ったんで、なんか真っ白に塗装するときなんで、全然もうマーカーペンで塗ったって違和感はないんで、感じです。もうこれはいずれ JR バスになりますね。こんな JR バスはないと思うんですけど、適当に塗ったんで、なんとなく、なんでこんなバスは実際には存在しませんので、ご注意くださいという感じです。というわけで今回の動画は以上です。さよなら。